私は時間管理ができる人間だと考えています。そもそも必要ないのに PR されても知らんがなって感じなんですよね。じゃあ真面目が正義っていうのはもう今後通用しないってこと。どうもしゅんです。こんにちは。竹桃です。お願いします。よろしくお願いします。今回は自己 PR に関する動画なんですけども、実際の就活生の自己 PR を田畑さんにちょっとマジレスフィードバックをいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい。ということで本日来ていただいた就活生の方、自己紹介お願いします。産業能率大学経営学部3年、牛田英二です。本日はよろしくお願いいたします。牛田さんはこういった大人の方にフィードバックであったり面接的なことは人生で初めてなんですよね。就職活動は初めて、一切誰のフィードバックを受けずにちょっと手探り状態なので、ちょっとちゃんとしたプロの方の添削をいただきたくて今回ご参加させていただきました。今の就活の状況をちょっと軽く聞いてもいいですか？サマーインターンに選考なしで応募できるところに結構たくさん行ってて、で先日選考ありのところに1社決まってるという状況です。で合計何社ぐらい行ったんですか？今のところ7社ぐらいで、見込みのところを含めると多分12社ぐらいになると。すごいですね。どういう業界に行きたいとかってあるんですか？学校のことをやってることを生かすのであれば IT とかメーカーとかを考えています。牛田さんはどういう目的で面接で自己 PR ってすると思いますか？自分はこういう武器を持っていてこういうことができますよっていうプロモーションだと自分は考えています。どうですか？おおむね間違ってないと思いますけどね。ただその武器がどこに対しても言う普遍的に正しい自己 PR 多分僕ないと思ってて、例えば銀行に刺さる自己 PR とゲーム会社に刺さる自己 PR は違うじゃないですか。そういうところをどれぐらい逆算して臨機応変に話せるかみたいなところが大事かなと。ということで、じゃあ今回相手は田畑さんということで、すごい難易度高いかもしれないですけど、ちょっと自己 PR の方を1分ほどでしていただけたらなと思います。私は時間管理ができる人間だと考えています。私は2年半勤めているアパレル店舗のアルバイトにおいて、与えられた時間の中で業務を完結させることに努めました。それを達成するために私は1時間時間があるのであれば次は30分で取り組もうというように逆読みをしながら業務を進めました。それを進めるにあたって、私は普段から上司の方からフィードバックをいただいて、次はこういうふうに取り組めばこうする、もっと早く終わるよというようなフィードバックをいただきながら業務に努めました。さらに状況次第でもし時間内に終わらないということが分かれば、その状況を自分で発信し自らフォローを呼んで時間内に終わらせるということに努めました。このような取り組みを通じて私は時間管理をしながら業務を進めることの大切さを学ぶことができました。では田畑さん、札の方をお願いします。はい。印象で言うと、牛田さんって自分がどう思われたいか分かんないけど、すごく真面目な人なんだなというのは伝わりました。はい。で真面目な人って言うと聞こえはいいんだけど、僕の印象を違う角度から言うと、言われたことを言われた通りに真面目にやる人なんだなっていう。逆に言うと、でもそもそも例えば絶対これ無理みたいな、100枚のシャツ1分で畳めとか、そもそも無理みたいなことだったら時間管理で何とかしろよって言われても無理なんじゃない？やっぱり限度があると考えます。でそういう場合はそういう状況なんで、ちょっと誰か助けてくださいっていうふうに呼んで、空いてる人の手助けをしてもらって時間内に終わらせるように努力しました。でもちょっとその今の例で言うとちょっと無理があると思いました、うん、よく言うんですけど、作業と仕事は違うんですよ。あ、大学生とかのアルバイトでその店舗がいっぱいあるようなそのアパレル店とかファーストフードとかっていうのは、まあ僕からすると悪く言うと作業っていうのは、言われたことを言われた通りにやって、だから言われた通りやってたんだからお金ください、このマインドが作業、もっと言うと労働者マインド。でも本当のホワイトカラーで一流になりたいんだったら違う発想が大事で、それは仕事ってことです。成果を出すってことで、例えばそもそもなんでアパレル店舗で棚卸ししたり服を出したり畳むのが必要なんだろう？消費者にやっぱり洋服を届けるためだと自分は考えています。でも例えばさ、手に取れないようにして全部マネキンが来てて QR コードついて全部店頭からネットで買ってもらって後で家に届くようにしてもいいんじゃない？結局何が言いたいかっていうと、沈没していくタイタニックの上で皿を片付けるような仕事っていうんだけど、これそもそもやる意味なくねって言われたことも、多分真面目にずっと延々やっちゃったり効率化を考えちゃう人なんじゃないかなと思ったんです。あ、そうですね。それは真面目な人の落とし穴で、俺からしたら反抗的でもいいから、タバさんこれやれって言われたけどそもそもこれやる意味なくないですかとか、
あるいは全然違うような角度でこれやったら、こんな1時間もかからなくて30秒でおしまい終わりますよみたいな話をしてくれる人の方が僕は好きなので、あえて×を出しました。はい、なるほど。例えば鉄道会社で整備とかをね担当するとか、世の中では変に気利かせてクリエイティブなことをやらずに、とにかく言われたことを言われた通りバカ真面目にやることがでも必要な仕事っていうのもあると思うんですよ。そういうところだったら今みたいなのが刺さるかもしれない。例えばさ、今みたいな路線って究極倉庫出し入れロボットとか洋服自動畳みロボットみたいなのが、ルンバみたいなのが来てビューってなったら失業するよね。そうですね。それだとさ、でもさ、誰も機械以上に真面目に働けないし、言われたことを言われた通り真面目にやることの価値って僕これからどん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 下がっていくと思います。だからおそらくきっとわざわざ今正社員をホワイトカラーで取ろうとしているところのにおいて、今の自己 PR というのは、まあ、刺さる会社もあるかもしれないが、どうなんでしょうねっていう感じの印象を正直受けましたね。じゃあ真面目が正義っていうのはもう今後通用しないってこと？全部を断定してそうとは言わないけど、そういう会社が増えるだろうし、真面目に言われたこと言われたことをやるだけだったら機械以上にできないじゃないですか、人間は絶対。まあそうですね。吉田君は自分のどういう魅力を伝えたくてこの自己 PR を話したんですか？たくさん仕事がある中で納期に間に合わせるための時間管理だとか順序の工夫だとかを自分はできますってことを伝えたかったです。例えばさ、品出しするときにも午前中に売れそうなものと午後に売れそうなものとかで違ったら、例えば朝一でやるんだったらまず早めに売れそうなものを優先するとか、朝一でやって品出しが間に合わないってなったときに、とりあえず開店までにこれは最低限間に合わせておかないと売り上げや利益とかお客さんの満足度から見て優先すべきだよねというようなところを自分で考えて、例えばさっきで間に合いませんっていうことをまずそのマネージャーに報告するとか、それでいいと思うんですよ。間に合わなそうなので、例えば朝食に売れそうなフルーツやサラダやコーヒーを優先して倉庫から棚に並べるべきだと思うんです、それいいですかまで言えると、言われた方はこいつ仕事できるなっていう感じになる。どうですか、それできます？ちょっとそこら辺は改善が必要かなって思いました。でも実際就活生ってやっぱなかなかそこまでできてる人とかいないですよね、なかなか。いやだからアピールしたら差がつくポイントなんですよ。明日はめちゃくちゃ暑くなる真夏日に初めて今年なるって聞いたので、短パンとかさ、なんかああいうのを優先して並べて、明日は真夏日みたいな垂れ幕つけるとか結局店長とかが求めてるのって店が売り上げ増えるかとかそういうことだと思うん でそのための手段でしかないわけですよ。畳むとかっていうのはね、お客さんからしたら服がみんなぐちゃぐちゃになってる店とか絶対買いたくないから、それは必要なんだけど、じゃあ全部畳まれてたら買ってくれるのかって、そんなことなくてっていう。ちなみに周りの友達とかから牛田くんどういう人って言われますか？絡みやすいとか親和力があるっていう。親近感とか。親近感とか。もっと内面の部分とかは。やっぱり真面目って言われることが多いですね。正直だよね。正直で真面目な人間を必要としている会社や仕事っていうのもあると思いますよ。そこと牛田さんがやりたいこととマッチするかどうかですよね。やりたいこととしてはどういう方向性なんですか？自分もやっぱり人と話すのはそこまで苦じゃないと感じているんで、営業とかが向いてるんじゃないかなって考えてます。真面目な人ってべき論で考えちゃうじゃないですか。営業やるなところで言うと、べき論をお客さんに押し付けるような営業になっちゃったりすると売れないよなみたいな歯ブラシの営業だとして、3食必ず終わった後3分間歯を磨くべきです、だから歯ブラシ買いませんかって言われても、いや言われた方確かにそうだけどさみたいな、めんどくせえから酔っ払って歯磨きしなくて寝ることもあるんだよって思うけど、もうそしたらまあ分かった方、あなたの言うことがあったけどって失神って感じになるんですよね。そうじゃなくて、どうだったら歯ブラシを買ってもらえんだろうとか、自分はもしかしたらそれに従順に従って歯磨きもちゃんとする感じになるかもしれないけど、世の中平均より真面目な人は、俺はこれでできてんだから世の中もこれ当然だろうって思って、同じ基準で人に押し付けるんだけど、いやーみたいな、そしたらタバサみたいなめんどくさがりには電動歯ブラシ持ってきたんでみたいな風な売り方をするとか、要するに言い回しの工夫とか。言い回しっていうか、また自己 PR もそうだけど、自分中心じゃなくて相手がどう思うかどう感じるかっていうところから、そのイマジネーションを持つのがなんか大事なんだけど。営業と一緒ですね。私はあなたの会社に対してメリットをもたらせる人間なんですよってことを伝えるのが大事だから、相手が何をメリットに感じるか感じないか次第だと思うんですよ。牛田君は時間管理が得意です。タバスさんはもしかして苦手じゃありませんか？じゃあ苦手だったら僕みたいな人間がそばにいていろいろタイムキープしてあげるといいですよねと。提案書書くのに熱中してたらアポの5分前になってて遅刻して、いくらいい提案書書いたってそもそも遅刻してたらダメでしょうとか、そういう感じなんですよね。大事なのは相手が必要としてる自分の部分を自己 PR すべきで、そもそも必要ないのに PR されても知らんがなって感じなんですよね。相手の目線に立つっていう視点がより加わるとより良くなるっていうことですね。
ちなみに相手目線に立つっていう相手の企業のことを考える上で具体的にできることとかってありますか？僕のおすすめは、会社が上場企業だったらIR ってその株主向け、投資家向けに出してる資料がいっぱいあるんですね。そこの中に有価証券報告書って年に1回出さないといけない、それがあって、そこに平均給料とか取締役がどんな人とかで載ってて、必ずそこに我が社の経営、ビジネスに関するリスク事項、あるいは課題みたいなところがあるんですよ。でそこに対して自分がもしアピールできて、お宅石油会社で二酸化炭素撒き散らしてるって怒られてるけど、僕なんか大学でこんなエコの研究してて、これやってこれやったらすごいっすってなったらめちゃくちゃ採用ってなるかもしれないし、そういう部分かもしれないですけど、課題はそこに書いてあります。これめちゃくちゃ王道のやり方で、もう一個は全然違うミクロなので言うと、これは一つの例と思って聞いてほしいんですけど、今日帰り多分電車に乗るじゃないですか、都心から帰りの電車に乗るじゃないですか。でそしたらみんなサラリーマンとか乗ってるよね。その人の顔だけ見てどの駅で降りるかを予測する。わかるんですか？例えばさ、渋谷から乗って東横線でいかにも京王線っぽいやつだったら日吉で降りるかなぐらいはとかっていうことを脳みその中でプロファイリングするわけ。当たっても当たんなくてもいいんですよ。ただとにかく電車でたまたま自分が席座ってても向かいでもいいし、まあ、立っててもいいんだけど、真向かいにいる見ず知らずの人に対して、この人は今までどういう人生を歩んでて、どういう家族構成なんだろうとか、家はどういう家なんだ、マンションなんだろうか、一戸建てなんだろうとか、つけてる時計とかさ、持ってるカバンとかさ、そのイマジネーションああでもないこうでもないってもう延々やるみたいなのが、まあ、もう一個の基礎トレーニングとしてはいいかも。ちなみに牛田くんに向いてる業種とか業界とかってありますかね？経理とか銀行とか、そういうお金を扱うところ、かつプロセスを厳格にしないとどうしても不正が起こってしまって問題になれそうなところ等に関しては、そういう正直で真面目な人って大事で、それはそれを押し付けるべきことが仕事だから、相手に少し嫌がられようがでも厳格にやることこそが大事みたいな仕事、行政官僚みたいなのも気を利かせるのも大事だけど、基本的にはなんか必ずその裏に法律なりルールなりの根拠があって、それをちゃんと運用するみたいな仕事を、とにかく良くも悪くも事前に言われたこと言われた通りぴったりやるっていう、インフラ的な仕事っていうのは個人が勝手に創意工夫で聞き聞かせるっていうよりは、もっと全体であらかじめ決まってることを決まってる通りやるっていうことにものすごい価値がある部分もあると思うんで、典型的なのがお金を扱う仕事、あるいはインフラを担うような仕事。はい、じゃあ最後にですね、感想を牛田君の方からお願いします。自分のことを中心にやっぱり自己 PR になってたんで、今後本選考始まるまで相手目線に立って、あ、この人いいなって思えるような自己 PR を考えていきたいなと思いました、うん、ということで皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。